皆さんこんにちは、よろしくお願いします。本日はライセンスをお話ししようかなと思います。テーマとしては B 級ライセンスへの道第3回目です。この動画を見ていただいて、B 級ライセンスチャレンジしてみようかなっていう人が一人でも増えたらいいなと思って動画を作成しています。で、先日僕が B 級ライセンスの、講習会の、前期の1回目のところを参加してきました。で、その中で、B 級の、高知養成会の全体感とか、その位置づけみたいなところを今日はお話をしていこうと思います。はい、ではまず、B 級ライセンスの全体像なんですが、まず一つ目、AFC ですね、アジアサッカー連盟の、ライセンスとの互換性というところが、お話がありました。SABCD っていう、ライセンスがありますが、互換性があるのは、B 級以上になります。で、互換性があることによって、日本の B 級はこうなんだっていうものではなくて、全体、アジア全体、今後は、ヨーロッパとかも含めて互換性を入れていくとすると、そのカリキュラムが、一緒じゃないと、互換性持てないので、そういった意味でカリキュラムが同じような、内容、同じ量、質と量が同じであるといったところが一つ特徴ということでした。で、ちょっと派生しますけれども、ゴールキーパーのライセンスが、今まではゴールキーパーの C 級みたいな感じだったんですけども、ゴールキーパーライセンスレベル1、2、3みたいになったのも、AFC とのライセンスとの互換性ということで、変わったということをお話しいただきました。で、二つ目としては、B 級スタンダード計画っていうのが、日本サッカー協会であって、これに基づいて結構いろいろ変わってきているところがあります。で、この B 級スタンダード計画っていうところを、B 級っていうのを基礎2っていうふうに表現しています。今までってどちらかというと、C と D が、大まか同じような内容。C の、エッセンスを絞ったのが D みたいなイメージだったんですけども、C と B を、基礎というふうに位置づけているようになりました。それによって、C が基礎1、B が基礎2という感じになりました。で、この基礎2については、ちょっと、後ほどのところでまたお話ししようかなと思います。で、B 級の、ライセンスっていう意味では、世界全体で見てみると、日本はかなり少ないっていうことらしいです。で、ってことは、ライセンスを持っているって、イコールが、指導者の、質の高さだと、仮に、考えた場合には、日本の指導者の質が低いってことになってしまうので、もっともっと、B 級の、保持者を増やしていきたいというところです。で、僕は神奈川県なんで、神奈川県ではっていうところでは、今 B 級のライセンス保持者が300人だそうです。で、この300人を1000人に増やしていきたいというところですね。で、この300人っていうのを1000人にするっていう、その1000人の、根拠なんですけども、神奈川県のサッカー選手の登録者数を考えて、B 級ライセンスが1000人いると、選手30人に1人は B 級ライセンスのコーチがつくというところをイメージしているとのことでした。で、その意味では、今まで、B 級っていうのは、U18 世代かな、みたいなところがあって、C 級は、U15 ぐらいですかね、と。B 級が、U12 かな、みたいなところがあったんですけども、そうではなくて、すべてのカテゴリーで質の高い、指導ができるのが B 級です、という位置づけにちょっとずつ変化してきているっていうところがあります。で、その意味では、僕が言ってしまえば、ジュニア世代の、しかも、少年団の、しかも、お父さんコーチっていう、コーチのカテゴリーとしては、ちょっとだいぶ後回しにされちゃうようなカテゴリーなんですけども、そんな僕でも、指導っていうところを、一生懸命学んだり、普段から、レベルアップしようってやっていくと、美級受けさせていただけるってことですよね。で、僕は推薦組ではなくて、トライアル組なんで、本当に自分の、こういうカテゴリーだけど受けたいんですっていうふうに申し込みをして、トライアルをして、そこでテストを受けて、よし、お前だったら受けていいぞというふうに、してもらった組なんで、どんな方でも、本当に少年団のお父さんコーチでも、頑張って、指導を、レベルアップさせていけば、目指せる資格かなというところなので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。で、三つ目としては、これもちょっと面白いところなんですけども、B 級で身につけるべき、水準がどこかっていうところなんですけども、B 級はグループに働きかけるところが、水準ですというふうになっています。
で、まあ、グループっていうのは、まあ、オンザボールの選手に対して、オフザボール、2人、3人目ぐらいのところを、この、まあ、まあ、サッカーの試合の中の一部のある程度の局面的なところを、まあ、正確に、判断して、まあ、正確に指導できるかと言ったライセンスになります。で、言い方変えると、C 級っていうのは、まあ、グループまで見たいんですね。そうですね、C 級の時には僕が言われたのが、例えばディフェンスの時に、まあ、ワンサイドカットして、こっちでこう追い込んでやるみたいなところは C 級の範囲ではないと。そこは、そこまでやんなくていいよっていうふうに言われたんですね。それよりも、個人の技術、個人の判断、個人の戦術っていうところを追求するのが C 級だよと言われました。で、A 級はどこかっていうと、まあ、全体見ながらチームへ働きかけるというところですね。まあ、グループ戦術、まあ、C が、ま、個人戦術、B がグループ戦術、A が、ま、チーム戦術みたいな、ちょっと簡単に言ってしまうと、そんなイメージでいいかなと思います。で、ここを言い方を変えると、例えば、こう、なんていうんですかね、まあ、お父さんコーチ、少年団お父さんコーチで、サッカーの指導をして、自分のチームの、こう、見ていくっていう時に、最初に、チーム戦術とか、最初にフォーメーション論みたいなところから入っちゃいがちじゃないですか。で、試合とかもそういう会話をしちゃったり、そういう、そこをこう、やっていくんだみたいな感じになってしまいがちなんですけども、それって A 級ライセンスの、まあ、資格持ってる人の、まあ、やるべきところ、みたいなところから考えると、やはり、こう、話をこう戻していくと、少年団、まあ、ジュニア期ですね。まあ、ジュニア期とか、まあ、いわゆるユース世代、育成世代って呼ばれるところは、まずは、この、技術、戦術をどうアップしていくかであって、まあ、チームとして戦術を使って、勝つとか負けるとかっていうところを目指すところではないというのが、まあ、日本サッカー協会の、まあ、一つのメッセージなのかなといったところが感じられます。まあ、そういった意味ではちょっと面白いところかなと思いました。続いて、指導教法2020なんですけども、まあ、指導教法のこうタイトルなんですけども、僕が C 級受けた時は、指導教法2016っていうものでした。で、その、まあ、2020になる前ですね。それまでは、まあ、JFA が推奨する、まあ、こういったトレーニングありますよね、とか、まあ、こういったやり方ありますよね、って言ったところを、まあ、身につけてください、と言ったところがメインだった、と感じています。まあ、インストラクターの方もそういうふうにおっしゃってましたね。で、2020からは結構大きく変わっていて、受講者同士でのディスカッションに重きを置いているというところですね。で、まあ、実際、僕が、2泊3日で、まあ、第1クール受けた中では、最初初日に、じゃあゲームやりましょうっていう感じになって、で、C 級の時の最初のゲームやりましょうっていうのは、やっぱこうゲームやって楽しむって、サッカーが楽しいよねって、サッカーのこう基本的なところってどこだろうっていうのを、まあ、振り返るっていう意味での、まあ、ゲームだったんですけども、B 級の時の初日のゲームっていうのは、まずゲームやりますが、チーム分けして、そのチーム分かれた、そこの、まあ、課題を抽出して、それを2日目、3日目で改善してくださいと、言ったところでした。まあ、で、まあ、ゲームやりましたっていう後に、まあ、基本の戦術論みたいなのをもう一回、こう、座学で、まあ、おさらいをして、で、その後グループワークに入ります。で、まあ、グループそれぞれに分かれて、今、やった試合を、の中で出てきた課題を、まあ、改善するためにどうしましょうかっていうのをプランニングをしていきましょうと。で、プランニングをして、で、まあ、その中でオーガナイズをどうしていくかとか、まあ、オーガナイズっていうのは、まあ、練習のこう形だったり、まあ、ボールの数とか、コーンの数、ピッチの広さみたいなのを、いろいろちょっとずつ調整して検討したりして、で、まあ、コーチング、どんなところコーチングしていこうかと、で、何を目指していくんだ、みたいなところを、まあ、グループでやって、作って、で、今度それを、まあ、2日目、3日目っていう中で、まあ、実際そのトレーニングを、まあ、やってみて、で、そのトレーニングへの働きかけがどうだったのか、トレーニングをした結果、問題が、課題が改善されたかどうかっていうのを、また、受講者同士でこう、話し合いながら、まあ、ちょっとあの時こうすればよかったよね、とか、こうしたらもっとうまくいくよね、みたいな、ところを、まあ、話し合いをしていくと。で、これ本当面白くって、まあ、いろんなもう視点があって、やっぱり、こう、日本サッカー協会としてはこうですよっていうふうに言われちゃうと、
インストラクターの、に言われてしまうと、はい、わかりましたってしか言えないんですけど、僕らまあ、同じ立場、対等な立場の中で、俺、これ、こう思うよね、みたいなことを話していくと、まあ、確かになーとか思ってみたりしつつ、別の人から、いや、それ、こうなんじゃねえか、みたいなところでできて、あ、それもそうだな、みたいな感じで、すごい視野が広がるし、参加者も、まあ、1週、2週、3週、4週、まあ、一般の社会人チームから、まあ、高校チーム、中学生年代、まあ、小学生年代っていう、いろんな、こう、カテゴリーの、コーチが集まってるので、確かに、まあ、ジュニアだとこう見るけども、まあ、2種だとこう見るんだな、とか、そういった気づきもすごくあって、逆に、こう、ジュニア世代で、やっていくことっていうのは、やっぱり次へのバトンだと思っているので、4種で、育った選手が3種に行って、3種で育った選手が2種、1種に行くっていうことを考えると、例えば1種、2種で、まあ、どんなことに取り組んでいて、どんなことを考えているのかっていうところを、まあ、ちょっといろいろこう肌で感じるっていうことは、それを基づいて、3年前、6年前みたいな感じでいくと、やっぱりこの時期っていうのはこういうことを身につけていくといいなっていうのも見えてくるところもあったので、これは本当にすごく面白いなと思います。で、まあ当然受講者同士でいろいろ話をして、まあこうかなみたいな話になった中で、まあインストラクターの方に、まあ、まとめていただいて、まあこれはこういうふうに考えてもいいよとか、受講者ではこう抜けていた視点みたいなのも結構あったりするので、そこはこういう考え方もあるよねみたいなこと言われたら、あ、なるほどとか、非常にこう勉強になったなって、もう本当に楽しかったなといったところになります。続いては、最初にお話をした、B 級ライセンスとは基礎2であるというお話です。で、指導者の教本が、先ほどもお話ししましたが、昔は C と D がこう、ある程度共通だったのが、今は B と C が共通の、教本になってきたっていうところの中なんですけども、C と B、僕はちょっと今回やってみて感じたのは、基本的には学ぶ項目は一緒ですね。当たり前といえば当たり前なんですけども、同じ指導者の中の話なんで、急に違う指導のやり方とかっていうことには起きないんですけども、項目一緒で、中身としてはもうざっと言うと、基本戦術だったり、ゲーム分析、プレイ分析、プランニングの仕方、コーチング、実際の指導の中のコーチングの仕方とか、そういったことを学んでいくんですけども、感覚的なところ、僕の感覚なんですけども、C 級っていうのはまずそのやり方をしっかり覚えましょうと言ったところがあるかなという感じがしていて、当然その中でどんどん質を高めていける人はどんどん高めていけばいいんですけども、B 級では、そのやり方皆さん分かってますよねと。で、分かった中で今まで指導の実績ありますよねと。じゃその指導実績に基づいてそれをもっと深める、もっと質を高める、その指導力っていうのを、引き上げると B 級というこの基準に、皆さんがもっとこうステージ上がるっていう、その質を高めるっていうのが B 級かなといったところですね。なので C と B が内容基本一緒だって考えると全然 C 級受かった人はもう B 目指していいと思うんですよね。もっともっと高めていくだけなんで、特殊なことを覚えるっていうわけではないので、なんですかね、ジュニア期では全く使わない、知識を得るとかっていうわけでもなくて、全然共通の考え方を、やっていくっていうところで、ぜひぜひジュニア期の方も B 級トライアル、B 級にチャレンジしていただけたらいいかなと思います。で、ただ C と、B の違いっていうところでインストラクターの方にちょっと言ってたんですけども、B 級の、実技と、講義っていうところは、そんなにこう、C とそんな変わんないなっていう感じは受けたんですが、e ラーニングですね。前期と、後期の間に、e ラーニングで、勉強しながら、レポート書いたりっていうところがあるんですけども、結構ここがすげえ難しいらしくって、いろいろこう、指導実践だったり、コーチングだったり、いろんなところの中で、こう、採点されていくんですけども、その中のこの e ラーニングの、この点数が、落ちる人が結構多いと。で、特に医学の部分は結構難しくって、ここまで難しくする必要もあるのかってぐらい難しいっていうふうに言ってましたね。で、ってことは逆に言うと僕らが、普段、持ってない知識っていう意味だと思うんですよね。
まあ、JFA、日本サッカー協会としては、B 級としてはこのぐらいの知識を持ってほしいっていう提示がされているものに対して、実は僕らは持っていないことが多いっていうことなんで、これはすごくチャンスだと思うんですね。ぜひ学びたい、学ぶべきところっていうところなので、いいランニング一生懸命やって、ここはもう僕も一生懸命頑張って、まあ、合格目指したいなと思います。ということで、今回のまとめなんですけども、まあ、出会えない仲間できますね。2週とか3週のコーチと、関係持って、その、まあ、現状を知ったり、まあ、あとはちょっと僕は、別の場面のところで、まあ、技術委員とかの場面で、2週3週の方といろいろ交流を持って、市内の坂のレベルを、どうしていこうかってことを考えていきたいので、ぜひ、交流を持ちたいと思っていた仲間がここでもう、ポンとできたっていうのは、とてもすごく、いい経験だし、で、いろんな刺激受けられますよね。出会えない仲間と、出会えるっていうのは、普段っていうのは、同じ人の、同じ、グループの中で、やっていると、まあ、割と、考え方が似ている人が、集まったり、まあ、自分に賛同してくれる人と、まあ、話をする方が気持ちいいので、まあ、そういったところばっかりになっちゃうんですけども、むしろ、こういった講習会では、自分と違う考え方だったり、違うカテゴリーの人と出会うことによって、自分の幅が広がっていくかな、といったところになります。で、二つ目としては、まあ、B 級前ではもう目指せるライセンスになったっていうことが明確なので、もちろん、手を挙げれば誰でも受けれるという資格ではないですけども、推薦が必要だったり、トライアルに合格しなければいけないっていうこともありますが、まあ、先ほどのお話の重複になりますが、少年団の、お父さんコーチでも B 級受けれるんで、ぜひぜひ目指していただいて、まあ、目指すためには本当に普段から自分の指導のスキルっていうのを、まあ、見つめ直して考えて、上げていこうっていう意識を持たなければいけないところもありますが、もう目指せるスキル、ライセンスなので、ぜひ皆さんも目指していただけたらいいかなと思います。ということで、今日は、B 級ライセンスの道というところで、僕が B 級受けていく中で感じたこととか気づいたことについてお話を、していきました。また次回も、また、B 級ライセンスの道4回目、5回目と続けていけたらなと思いますので、まあよかったら、まあいいねボタンとか、まあチャンネル登録とか、ぜひしていただけたらなと思います。また、B 級ライセンスの道シリーズ化になっているので、まあチャンネル登録していただいて、動画の再生リストから、一個一個最初見ていくと、まあいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、またお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございます。よければ、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。次の動画作りの励みになります。また、聞いてみたいなとか、この動画で思ったことなんかもぜひぜひコメント欄に書き込んでください。それでは、またお願いします。